相馬が公安の潜入捜査官であるならば、逆にそれを捕まえることで黒幕を引きずり出せるかもしれない。八神は潜伏中の桑名と共闘を目指すが、誰も知らないはずのその場所に相馬が襲撃を仕掛けてくる。それは楠本玲子の裏切りを示す事態だった。源田先生、昨夜の横浜の件、結局爆弾テロってことになったみたいです。1名死亡、遺体は焼けてしまって身元不明。それが八神の言ってた赤池君か。ええ、だと思います。相馬のことも RK のメンバーのことも記事には出てません。これって公安が情報操作でもしてるってことですかね。公安だってそこまで万能に何でもはできねえと思うがな。まあ夜人気のないところで爆弾を仕掛けられたとなりゃ、警察がやってると考えるのが妥当だろう。なるほど、そうかもしれませんね。ただこの先赤池君の身元が判明したところで、爆発現場にいたのは桑名だの相馬だの得体の知れない奴ばっかだ。となりゃ捜査は難航。そのままお見合いいるかもな。この件が江原の痴漢とも一連だなんて分かったら、政権はびっくりするでしょうね。おい、それより柳は昨夜電話をよこした気か。いえ、さっきメールで連絡がありました。これから病院に行くそうです。なんだよ、どっか怪我したのか。八神さんが病院行くってよっぽどですよね。怪我の治療ではなく、事件の関係者と会いに。病院にいる関係者って？楠本玲子です。13年って信じらんないよ。目が覚めた途端30歳なんて。ゆっくり慣れてけばいいから。また仕事？すぐ戻るよ。ちょっと人と話してくるだけ。もう鏡は置いときなさい。あなたが桑名を公安に売ったのは、満君が目を覚ましたから、そういうことだったんですね。今警察に自首すれば、あなたは13年ぶりに会えた満君とまた別れることになる。それもあります。これからあの子は自分の足で歩けるように人生を立て直さなきゃなりません。気が遠くなるような時間がかかるでしょうし、何も目処は立っていません。ただでさえハンディを追っているのに、その上人殺しの子にさせるなんて重すぎます。お母さん。
こ、どこ？ミツル。なーに？ミツル！ミツル！驚きました。まさかこんなことが。しかしこうなるとどうやら状況が変わりましたね、楠本さん。一人だけなら捨て身の判断もできたでしょう。でもあなたには守るべきものがあるじゃないですか。しかもそれは少し触れただけでもすぐに壊れてしまいそうです。それを守りましょうよ、楠本さん。私たちと手を取り合って。私には守らなきゃいけないものがあります。そうですね。でもあなたが過去の罪を隠してたことで沢先生が犠牲になってます。そして昨夜は赤池君が首を切られて死にました。桑名もそこに加わることになるんですね。俺も危ないのかな。あの方は昨日どんな様子でしたか。桑名はRK の襲撃を受けた時、あなたに裏切られたことをすぐに察してました。そのことをどう感じてるかは分かりません。これまであいつはずっとあなたにだけは迷惑をかけまいとしてました。あなたの河合信也への復讐は誰にも責めることができないって。あなたは命がけで尽くしてきた桑名の口を塞ぎ損ねて取り逃がした。どんなしっぺ返しが来るかは桑名次第です。だからあなたのことはあいつに任せます。どのみち俺には河合殺害の証拠が何もありません。あなたをどうすることもできない。今日ここに伺ったのはなんであなたが桑名を裏切ったのか知りたかったから、それだけなんです。満君が順調に回復することを祈ってます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。